2点目は本当に素晴らしかったですね。菅原の良さがめちゃくちゃ出てて、菅原のところに出て再度追い込まれたですけれども、ここをシンプルに縦パスで伊藤に出して、で伊藤は伊藤でここをうまく落として2人で崩しましたよね。めちゃくちゃ簡単に崩しているように見えたんですけど、そこからさらにね、逆サイドへ展開していったのも菅原ですよね。鎌田も良かったですよね。ここで変に持たずにシンプルに三笘に対して当たりに、あのパス出して、でカウンター気味だったので鎌田に対してセンターバックが寄せてたんですよね。相手のサイドバックが最終ラインになって、でそこ鎌田はあの見逃さず早めに三笘に出して、この状態作れたのが良かったですよね。カバーがちょっと間に合っていない状態でこの13番と1対1、2枚目が寄せてきたんですけれども、カットインからのシュートがちょっと間に合わず、相手のカバーが菅原と鎌田がカウンター気味で早めに展開していってくれたんで、三笘がいい状態で持てて早めに仕掛けることができましたよね。個人的には菅原にちょっとスポット当てたいかなって思いますね。あそこの組み立てというかビルドアップはあんな簡単にできるもんじゃないんで、普通の選手だったらあそこ詰まって終わりなんですけど、個人的に今日のゲームメーカーは菅原だと思いますね。久保がまあシンプルにボール持って、で堂安がここに最初いて、菅原も中にあえて絞ったりして、こういう関係性になるんですけど、久保にまず当てるんですよね。久保に当てることによって相手のサイドが一枚当たりに行かなきゃいけないと、ってなった時にこの裏のスペースが空くんですけど、堂安があえてここ使わないんですよね。使わないでここのスペースさらに空ける、でさらに開けることによって、菅原がインナーラップで入ってきたり、もしくはオーバーラップでここ使うっていう風にやることによって、ここでボール出た時に相手がカバー間に合わないっていう、堂安がこの辺でうろちょろしてるんで、あの行きづらいんですよね。で菅原は菅原で最初から外張ってると相手が外にケアしてオーバーラップ来るなっていうのでケアするんですけど、あえて中に絞ることで相手ここに固定させて、で久保に入った瞬間一気にここ上がることによって受けたりとか、もしくはシンプルに外からスタートで上がっていったりとかっていうので、ここのまず連動がシンプルなんですけれどもめちゃくちゃ効いてますね。こっからのクロスっていうのが非常に多くて、で崩し方もいい。で一本ね、久保がこっからショートパス出して、上田だったかなが受けて菅原のところっていう風な形にもありましたし、その形で一本確か菅原が抜け出たシーンもあったんで、久保から始まって中経由して菅原が抜けていってって大チャンスだったんですけど、まああれ形自体は良かったんで。右サイドは菅原ですよね。菅原のフォローが結構的確で、まあこの選手ほんと賢いですね。オーバーラップのタイミングとインナーラップのタイミングほぼ間違いないんで、単純にまっすぐ上がるだけじゃなくって、相手がねケアしてきたって思ったら、一回スピード止めてここで止まって、ここで一回受けて相手引きずり出したところをワンツーで抜けたりとか、サイドバックなんですけどほぼゲームメイクしてるんですよね菅原が。伊藤のところ結構ボール集まってきて、サイド突破っていうのがかなり目立つんですけど、それをうまくコントロールしてるのは多分菅原じゃないかなって見てますね、個人的にですけど。久保の時と動きが違うんですよね。どう違うかっていうと、伊藤も久保も基本はサイド張るんですけど、菅原最初からサイド張るんですよね今日に関しては。なぜならこの10番がいるから。この10番をここで足止めさせることによって、でここを発射台にして内側入ったり外側回ったりっていうような感じなんですよね。で前回は相手が 4-4-1 みたいな感じになって、 4-4 の4が絞り気味だったんですよね。だからあえて自分も絞ってここを発射台にして、で久保が開くんで、久保のところボールが入った瞬間にこっから走り出すことによって相手を置き去りにする。だから今日の相手、前回の相手は置き去りにするためにここあえて絞っていたんですけど、今日の相手はちょっと引っ張り出したいので、ちょっと開き気味にポジション取ってるんですよね。微妙に久保の時とやり方変えてて、だから久保の特徴とか伊藤の特徴とか、それと相手の出方とか全部見た上でポジション取ってるっぽい感じがするんで、すごいですねこの選手、見てて面白いですね。菅原のタッチ数ですね、あった、46、サイドバックで、で時間も60分までしか出てないのに、タッチ数46って結構やばくて、で、僕試合中菅原がほぼゲームメイクしてるなみたいな感じで、半分冗談で言って半分マジみたいな感じで言ったんですけど、ここにも出てますよね。いかにこれ菅原にボールが集まってたかっていうところですよね。で、ロングボールの成功率4-4ってかなりやばくて、これ。菅原しかもこれ高い位置からのサイドチェンジ
が成功しているので、2、3もありましたよね、確か。縦に単純に蹴ってるボールとかじゃなくて、逆への効果的な、ロングボールだったので、これ、結構質高いですよね。サイドバックとは思えない数値なんですよね、これ。パス数もかなり多いですしね。多分鎌田とそんなに変わらないですよね。出てる時間も若干鎌田の方が10分ぐらい多いって考えると、ほぼ鎌田と同じぐらいボールも触っているんで、数字ではなかなか出てこないインナーラップで伊藤の動き助けたりとか、ワンツー使ってペナルティーエリアの中に侵入していったりとか、結構そんな感じで攻撃にもかなり参加していたので、ヒートマップちょっと見たいんですけどね、ヒートマップが残念ながらなくて。そこは残念なんですけど、ただまあ数値にもろ出てますよね。菅原がいかにボール触ってたか。それとイコールにはなりにくいですけれども、でも無視できないかなと思うのが、ゲームメイクしてたかってことですよね、菅原は。やっぱ数字でも質が高いですね、菅原本当に。